私のね、持ってる機材の中で、これ好きなのがトランポリンなんですよ。縄跳びがね、縄跳びがすごく大変なんですよ。とてもじゃないけど1分できないです。ですから、私はトランポリンをすることにしてます。トランポリンはね、ほんと、こうやるだけですね。たまに足を開いたりね。前後とか。こうやってお遊びもあるんでね。まあ、人によってはビョーンと上に飛び上がったりとか、足を高く上げたりね。こんなことができるそうなんですけど、私はまだ全然できません。ちょっと一旦降りますね。すいません。はい、全体がこうですね。頭切れちゃいます。こんな感じですね。よいしょ、よいしょ。結構ね、左右とか前後にバランス壊れないようにやるために全身運動になるんですね。まあ、ですんで、このトランポリンも舐められないです。3000円ぐらいで中古ショップで買ったんですけども、かなりね、役に立ってます。これが縄跳びのできないようなね、私にはすごく縄跳び効果を出してくれるかなと思います。縄跳びね、関節をね、すごくね、痛めるんですよ、この年になると。ちょっと私はもう縄跳びはね、トレーニングにはもう使えないですね。ということで、トランポリンを使わせてもらいます。